ローラーはもう真上、もうガン真上。惜しい。今ちょっと失敗しちゃったけど、多分本当に真上でいける。ほら。ほんと真上向いて振るだけ。ここ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 でジャンプしてスーパー着地すると乗れるの。ほいほらショートカット、これで上にすぐ行ける。でも着地もったいない。ここでジャンプしてスーパー着地すると乗れるの。ほいほらショートカット。これで上にすぐ行ける。でも着地もったいない。ローラーは、イカちゃんを、引いたら倒せます。今回は、この壁に、張り付いた状態。まあ、これも一応引いた状態なんですけど、これに当たり判定があるのか、これわからないので、ちょっと確かめたいと思います。これ今壁しか張り付いてないからよ今。あ、来た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 。あ、来た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 。これどこでやられたことになるんだ？眩しいな。場所が眩しいな。ゲームの太陽もさ、結構光ってる。眩しい。あ、来ましたね。いけるかな？今度、こうやって、ローラーを上げて、引きます。あ、引ける！引けた！すげえ！今までスプラトゥーンやってきたけど、ローラーあんま使わないからかな。全然知らなかった。はい、縄張りバトルって、相手チームだといけない場所って、あるんですよ。自分のチームだとスポンジがあって、敵のリスポーン前まで、まあ、行けることってありますよね。まあ、自分のチームしか行けないとこって、まあ、縄張り結構あるんですけど、このスポンジを使って、今日は、相手チームのリスポーン前まで行きたいと思います。まあ、これ一人じゃ無理なんだけど、協力者がいないと、相手チームにスパイ、もしくは協力者がいないと、できないんだけど、ここの、これ、この、このスポンジを自分乗っちゃえば、相手から、あ、撃ってください。こう相手に大きくしてもらえれば、いけないとこいけるんだよ。ガチマッチとかこういうとこ来れるけど、やっぱ縄張り来れないじゃん。まあ、ここのスポンジ使って、協力者がいればできると。ねえ、なんで美人じゃん。なにさっき恨みでもあんの？なんで、なにこれ、なにこれ。なんで怖い。やだ。いじめだってこれ。やっ逃げるぜ。くらえ。ムツゴロウも、ここにあります。よし。大きくしてもらおう。よし。ほら。相手のリス前まで来れるの。ここ本当は来れないからね。来れちゃうんですよ。